の迷惑とならないようにお願いいたします。皆さんこんにちは。国家レモン消防音楽隊の隊長の渡辺でございます。先ほどの主催者の方から、ご紹介がありましたけれども、私ども、名古屋市消防音楽隊、この4月1日からですね、国家札幌フード&ビバレッジ株式会社様とですね、年齢柄付き約を締結をいたしまして、今日が国家レモン消防音楽隊としてのデビュー戦でございます。皆さん非常にさらにですね、今度ちょっと曇り空がちょっと残念なんですけれども、非常に桜が満開状態ですね、まさに桜祭りにうってつけの桜日和となりました。これも、昨日もちょっと天気悪かったですね。明日もちょっとなんか天気が崩れそうということで、それも一人の皆さんの心がけの良さが現れたかというふうに感謝しております。さて、私ども、諸国局の直轄バンドであります。このようなですね、イベントにお招きをいただきまして、防火防災の啓発をさせていただいております。それでちょっとですけれども、皆さん私の話をですね、防災の話をさせていただきますので、それを聞いていただくと、今回無料で聞いていただけることになりますので、ね、ちょっと我慢して聞いてくださいね。ちょっとあちらのですね、バナーにも、掲げてありますけれども、昨日、和歌山県の南部で地震がありましたですね。名古屋の震度3ぐらいです。皆さんの中に、いよいよ南海トラフの巨大地震が来たんじゃないかというふうにびっくりされた方もいらっしゃると思うんですけれども、私ども実は20年前の阪神・淡路大震災ですね、時の、犠牲者の皆さんがですね、うちの下敷きになったり、家具の下敷きになったりした方が非常に多かったんです。
という教訓をですね、今後の、南海トラフの巨大地震が来た時にですね、同じような悲劇を起こさないためにですね、皆さんにできることはやってもらおうということで、このようにですね、防災の啓発をさせていただいています。難しいこと言いません。一つだけ覚えておいてほしいんですけれども、家具の固定をですね、してほしいということなんです。これはその阪神淡路大震災の時にですね、その今申し上げたとおり、うちの下敷きになる、家具の下敷きになる方が非常に多かったということで、家具の検討防止を行ってほしい。これはもうとっくにやってやればという方もいらっしゃるかもしれませんけど、実はですね、市政アンケートによりますと、まだ半数の方がまだ実施してない、ここにいらっしゃる方の半数はまだやってないんじゃないかというデータが出ております。ぜひそのですね、今日お家に帰られて、お家の家具の点検をしていただいてですね、まだ家具が固定されてないわというご家庭がありましたら、ぜひとも家具の固定を行っていただきたいと思います。これで、皆さん無料でございます。安心してください。はい、それでは、短いですが、これで最後の曲となってしまいます。ハローファイヤーマンという曲をお送りいたします。これはですね、非常に消防職員、消防隊のために書きました優秀な行進曲でございまして、とても元気が出る曲でございます。どうか皆さん最後にこの曲を聴いていただきましてですね、元気を持ち帰ってお帰りいただきたい幸いに臨みます。それではハローファイヤーマンです。聴いてください。